波の塔は時計台へと変わります。で今我々がいますが栗村、そして高いところが穴か栗村、このちなみに穴というのが高いという意味なんですね。でちょうど後ろ振り返っていただくと車が通ってる道がある。すごい。ああいう細い道をですね振り抜けて穴か栗村に行きます。でその車の道の1つ右下にいいダブル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 、ここは別荘地じゃなくて普通の町、ただしやはり高級住宅地になりますの で今我々が見ているところは普通の町なんですけれども、この反対側マリーナピッコラという港のところには例えばロッコバロッコさんというイタリア人の有名なデザイナーとか、あと、まあ、あんまり日本では有名じゃないですがフィレンツェのサッカーチームフィレンティーナのオーナーさんとか、やはりイタリア人の有名人高いところの裏側って感じになるんです。ですから右手側先からね、ビリオの山とか